ムタウン。働くトラックさんたちだよ。うふふ、楽しみだっぴ。働くトラックさんってどこだろう。もしかしてあれかな。でも羽を広げるウィングトラックさんっていう名前らしいけど、羽はついてないし。やあラッピー、車庫で待ってるぜ。普通のトラックさんに見えたけど、行ってみるっぴ。おう、そうだよ。羽を広げるトラックさんって聞いてたんだけど。俺の羽は荷物を下ろしたり積むときに広げるんだ。まあ見てな。うん、うへー、横の荷台が開いてきたっぴ。反対側も開くとどうだい。本当だ、鳥が羽を広げてるみたいだっぴ。でもどうして羽を広げるの？それはね、後ろから積み下ろしするトラックさんだと奥にある荷物を下ろすのが大変なんだけど、ウイングトラックさんは横の扉が開くから奥にある荷物もすぐ下ろせるし、積むのも簡単にできるんだ。これから荷物を下ろすからよく見てなよ。あれ、あなたは誰？僕のことかい。僕はフォークリフトって言うんだ。ウィングトラックくんが運んできた荷物を荷台から下ろしたり積み込んだりするのが僕の仕事なんだ。へー、そうなんだ。フォークリフトさんは狭い倉庫でも重い荷物を持ってテキパキ動けるように、車体は小さく、しかも小回りが利くようにできているんだ。本当だ、どうなってるんだ。ハンドルを回すと後ろの小さなタイヤがうんと横を向くから小さく曲がれるんだよ。このフォークリフトさんは最大 1.5 トンの荷物をおよそ3メートルの高さまで積み上げることができるんだ。すごいんだね。僕は体が小さくても力持ち。ウィングトラックくんは横の羽が全部開くから積み込みやすいね。ラッピー、俺たちの仲間で変わったトラックがいるから行ってみるといいよ。おーい、ラッピー。おい、誰だっぴー。君がラッピーだろ。待たせちゃったかな。はじめまして、ラッピー。僕はボトルカーさ、よろしくね。僕はみんなが飲む缶ジュースやペットボトルに入った飲み物を運んでいるんだ。ボトルカーさんは自動販売機に入れる飲み物を運ぶトラックなんだよ。飲み物はどこ？後ろの大きな箱の中さ。この大きな箱は荷台って言うんだよ。いろんなところが開くんだね。どうしてこんなに扉があるの？これはね、たくさんの場所に運ぶから下ろす順番や種類でどこからでも積み下ろしができるようにだよ。箱の中が分かれていて積み下ろしがしやすいように入れる場所を変えるんだ。僕の荷台には6000本以上も飲み物が積めるんだよ。この中にそんなに入ってるんだ。僕一人じゃ飲みきれないや。ところで、このはしごは何に使うんだっぴ？これは集めた空き缶やペットボトルをトラックの屋根に積んだり下ろしたりするときに使うんだ。飲んだ後のゴミを集めるのもお仕事なんだね。何箇所くらい行くの？1日に15箇所以上回るんだ。へえ、働くトラックさんたちのお仕事がよくわかったっぴ。ゴーゴー乗り物タウン。それはレスキューチーム JAF のレッカー車さんだね。他にも仲間がいて、いろんな車を助けているんだよ。レッカー車さんはどこかな？おい、ラッピー。はーいって、あのビルから声が聞こえたよね。
ッピー、車のレスキューチーム JAF へようこそ。こんにちは、あなたがレッカー車さん？ああ、そうだよ。普通のトラックとは全然違うんだね。後ろに黄色い大きな機械がついてるけど、これは何をするものなんだろう？レッカー車さんは故障して動けなくなった車を修理したり、引っ張って別の場所に移動させるのが仕事なんだけど、車を引っ張るときにあの黄色いレッカー装置が活躍するんだ。どうやって使うのか見たいっぴ。ああいいよ、出動要請が出るまで待っててくれ。出動要請？ラッピー、JAF にはコールセンターという場所があって、車が故障したり動かなくなって困ってしまったお客さんから来てほしいという連絡が来るんだ。それが出動要請だよ。そうなんだ。ラッピー、レッカー車さんに出動要請があったみたいだよ。いよいよ出動だね。準備は OK、 すぐに現場に向かうぜ。レッカー車さん、頑張っちゃえ。おう。ラッピー、レッカー装置をどうやって使うのかよく見ていてね。さあ、到着だ。俺が来たからもう安心だぜ。よろしくお願いします。エンジンかかるんですけど、はい、車が動かなくなってしまったようなので、はい、またよろしくお願いします。わかりました。早速作業を始めるぜ。ラッピー、これがレッカー装置だ。このレッカー装置を使って前のタイヤを浮かせるんだ。タイヤが浮いちゃうの？します。ロックよし。うわ、すごい力だね。今度は後ろのタイヤを持ち上げるぜ。隊員さんも力持ちでかっこいいっぴ。だいたい20分くらいで車を運べる状態にできるんだって。さあ、準備完了だ。このまま修理工場まで車を移動させるぞ。レッカー装置は車を浮かせて引っ張るためのものだったんだね。そういえば、ガシャキンがレッカー車さんには仲間がいるって言っていたけど、どんな車なのか知りたいっぴ。よし、わかった。俺にはいろんな特徴を持った仲間がいるから紹介するよ。まずは積載車。ラッピー、何をする車かわかるかな？背中に大きな台があるんだね。ここに車を乗せるのかな？正解。積載車さんは故障や事故で動けなくなって、レッカー車さんでは運べないような時に活躍する車なんだ。いっぱいあるんだね。
車だけじゃなくオートバイさんを助ける車両もあるんだよ。多目的車さんといって、オートバイさんを持ち上げて背中の台に乗せることができるんだ。他にも狭い道でも入れる軽自動車や、道路が混んでいる時でも素早く駆けつけられるオートバイ、そして山の中のデコボコ道でも進んでいけるパワフルな仲間もいるんだ。ラッピー、俺たちのこと分かってくれたかい？うん、僕ジャフの車が大好きになっちゃったっぴ。ゴーゴー乗り物タウン。真っ赤なボディで手紙や荷物を運ぶ郵便車さんだよ。さらに郵便オートバイさんや自転車さん、大きな荷物も運べる郵便トラックさんも紹介するよ。いろいろあるんだね。今回の乗り物タウンは手紙や荷物を届ける車を大特集。どのように手紙や荷物を集めて配達するのか、その裏側を大公開。すごい速さで手紙が吸い込まれているけど、この機械はなんだっぴ？トラックの荷台がだんだん低くなってる。どうして？郵便車さんがたくさん止まってる。ラッピーもお手紙をポストに入れてどうやって運ぶのか見せてもらったら？見たい見たい、書いてみるっぴ。ラッピー、もうできたの？うん、お友達に僕の似顔絵入りのハガキを書いたんだ。うわー、上手に書けたね。でしょ？このハガキをポストに入れて、どう？早く郵便車さんが来ないかな。ラッピー、お待たせ。郵便車さんだ。こんにちは。こんにちは、ラッピー。僕が郵便車だよ。よろしくね。郵便車さんは手紙やハガキを集めたり配達するのが仕事なんだ。僕がさっきポストに入れたハガキも運んでくれるんだよね？もちろんさ。ちゃんとお友達のところへ届けるからね。集め時刻だよ。郵便車さんたちがこのポストに手紙やハガキを取りに来る時間が書いてあるんだ。1日に何度も取りに来てくれるんだね。そうなんだ。僕は1日に数回町にあるポストを回って手紙やハガキを集めるんだ。大変なお仕事だ。大事な手紙やハガキは早く届けてあげたいからね。あれ、あ、そういえば僕のハガキはどうなったの？大丈夫、大切に運んでいるよ。集めた郵便物はまず大きな郵便局に運ぶんだ。
運ばれた郵便物はみんなで手分けして整理するよ。あのハンコは何？消し印って言うんだ。郵便物がいつ出されたのか分かるように日付のスタンプを押すんだよ。うわぁ、これは何をしているんだっぴ？届ける場所ごとに郵便物を分ける機械なんだ。封筒やハガキには四角い枠が7つ並んでいるよね。そこに届ける場所の郵便番号を書くと機械が数字を読み取って仕分けてくれるんだよ。すごいんだね。あ、それにとっても早いからたくさんお手紙が来てもすぐに分けられるね。こうして分けられた手紙を書かれた住所に配達するんだ。僕も小包などは配達するけど、主に活躍するのはオートバイや自転車なんだよ。狭いところにも入っていけるから、たくさんの家に早く郵便物を届けることができるんだって。でも、オートバイさんや自転車さんでは行けないような遠くの町に届けるときにはどうするの？俺が運ぶんだぜ。うへー、びっくりしたピー。驚かせてごめんよ。俺は郵便トラック、よろしくな。遠くの町には何度も行けないから、一度にたくさんの手紙を運べるように大きな郵便トラックさんで運ぶんだ。それに手紙やハガキはもちろん大きな荷物も運べるんだよ。へえ、お手紙やハガキだけ食べ物や飲み物を冷やしながら運べる仲間もいるんだぜ。冷やしながら？どうやって運ぶの？やあラッピー、荷物を冷やしながら運んでほしいときは僕にお任せ。保冷車さんは荷台全体を冷やす冷房機がついているんだ。この冷房機を使えば荷台の温度を0度から5度に保つことができるから、果物や野菜など冷やしておかないと傷んでしまう荷物を遠くの町まで運べるんだよ。荷物を積み終わったら冷たい空気が逃げないようにカーテンを閉めておくんだ。へえ、食べ物も運んでくれるなんて知らなかったっぴ。俺たちは他にも飛行機や船と協力して世界中に荷物を届けているんだぜ。僕たちの他にも荷物を運ぶ車がみんなの周りで働いているんだよ。そうなの？見てみたいっぴ。やあラッピー、僕は宅配車って言うんだ。よろしくね。よろしくだっぴ。宅配車さんもみんなの家に荷物を運ぶお仕事をしているんだよ。朝から晩まで約束の時間に荷物が届けられるように毎日頑張っているんだ。ラッピー、宅配車さんには荷台の高さを変えられる仲間もいるんだ。へえ、どうやって高さを変えるんだっぴ？ラッピー、俺の名前は昇降車。俺の荷台をよく見ていてくれよ。うん。うわぁ、荷台がどんどん低くなっていくよ。半分くらいの高さになっちゃったっぴ。俺は荷物の量に合わせて荷台の高さをおよそ2メートルから3メートルまで調節することができるんだ。そうすることで天井が低い駐車場などにも入っていくことができるからとっても便利なんだ。へえ、そんな変身ができる宅配車さんがあるなんて知らなかったっぴ。ラッピー、僕たちのこと分かってくれたかい？うん、街で見かけたら応援するっぴ。
乗り物タウン登録してね。 GO!